村の件で何か動きがあるかもしれません。その可能性はありますね。今やナディにとってロゼットの民はマナを排除しようとする危険分子ですから。はい、ロゼット村がラルバの指示に傾いた今、次に問題となるのはナディによるテロ行為。ナディはマナ以外の力を認めない教義を持っていますから、きっと私たちの村を襲うでしょう。ラルバに傾き、ロゼットに残った人々も安全ではなくなるのかもしれません。そういうことなら外出を許可します。さあ、先へ進みましょう。
気をつけてくださいね。Thank you.
気をつけてくださいね。
怪我人の様子はどうですか？よく寝ています。というより目を覚ます様子がないみたいですね。リフィルさんが処置を行ってくれているので大丈夫だとは思いますよ。そうですか。さて、新しい氷のを用意しないと。それじゃ、失礼します。
てくださいね。気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。